というわけで本日もリピタミの放送ありがとうございました。ね、いろいろお話しさせていただきましたけれども、100問100答をねリクエストいただいたのでやらせていただいたんですけど、今回はまだね30問まずは答えさせていただきました。何を答えたのか全く覚えておりません。そして中には答えられなかった質問もあったので、ちょっと皆さんもう一回思い出していただいて、答えられなかったやつはもう一回答えたいと思いますし、どんな答えをしたのかななんてちょっと私も忘れてしまっているので、もしね覚えてたら気になってまたコメントとかお便りとか送ってもらえたらなと思います。よろしくお願いします。改めてねリピタミの春のねリピ祭りも来ていただいてありがとうございました。また今年も3年目に突入したリピタミですけど、なんかいろんなね楽しいこととか面白いこととかパロディっぽいこととかいろいろ楽しいこと考えていきたいと思いますので、これからもぜひ放送を楽しみにしていてくださいね。というわけで今夜もありがとうございました。